がいいんじゃないんですよ。そう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 、あの一般のモデルさんはその服を着てないわけじゃないですか。だからより怒りも感になっちゃうんですよね、うん、それも嫌。皆さんこんにちは、現代のもののけ姫ことまこです。今日は、株式会社バレーの谷さんと一緒にちょっとお話をしていこうと思います。よろしくお願いします。はい、お願いします。これオープニング緊張するんですよ。どんなお話をじゃあしていくかっていうと、今回なんと私とバレーさんのまあコラボということで、車椅子でも着やすい服を作ったんです。作りました、はい、でそれがなんと、まあ、先に言っちゃいますが、4月の5日から11日まで大阪のルクワという、うん、ショッピングモールって言っていいですかね。そうですね、ルクワイーレっていう大阪駅直結の、はいはい、あのショッピングセンターですね。で、まあ、その販売をすることになったので、まあ、それの告知と、まあ、どういう服を作ったのか、あと、まあ、どうして、まあ、そういう経緯というかね、うん、服を作るに至ったのかっていうのをこの動画でお話をしていこうと思います。じゃあまず、まあ、経緯、私と、うん、出会いですね、2人さんとの出会い、なぜこういうふうに服作りを始めることになったのかってなると、本当に最近の話で早かったですね。ギュッとめちゃくちゃもう1年前の話じゃないんですよね。そうそう、3、4ヶ月くらいですか。めっちゃ早いですよ。Twitter をまず谷さんからいただいたことが本当にきっかけでした。Twitter、うん、はい、でまこさんに DM 送って、はい、洋服作りたいんですけど一緒に作りませんかって言ったら、いいですねみたいな。そうめっちゃ早かったです。で、私自身その谷さんから連絡をもらう前から、うん、ずっとそのやっぱり自分が車椅子になった時から着にくい服っていうのがどうしても出てきてて、今回作ったのはワンピースにまず特化したんですけど、はい、ワンピースと、まあ、セパ要はつながってる服、うんうん、オーバーオールって言い方があるんですか。とか、まあ、ワンピースがやっぱり車椅子の、まあ、女子のこう、ね、うん、いろいろお話ししてると着にくいよね、はいはいはい、着れないわけではないんだけどやっぱり着にくいよねって問題があって、うん、まあ、どうにかこうにかこう私自身自分でサロペット買って、うん、でこうしたらいいんじゃないかな、したいんじゃないかなって、うんうん、知り合いのお母さん裁縫できる人とかに頼んでやってたりしてたんですけど、はいはいはい、そんな知識もないから、うん、まあ、やってみてはいつかの機会を待とうみたいな感じの完成しなかったですか。物自体一着は完成しました、うん、自分が着る分はできるんですけど、それを大量生産するってなると難しいしっていうので壁にぶち当たってました、ね、なるほど。そのタイミングに僕が DM を送ったわけですね。はい、ちょうどですね。めちゃくちゃ、あの、もう本当にって思って。今回は4つのワンピースを制作しました。両サイドにファスナーがついているのですが、片方はこのくらいの膝丈くらいまで開いて、もう片方は脇の下から全部開けれるようにファスナーがついています。肩のボタンをつけることで全部開くので羽織って着れるような作りになっています。どうして両サイドにファスナーをつけたのかというと、蓄尿バッグを車椅子の下にしまうときにどうしてもスカートの裾が邪魔をしてしまうと思ったので、ファスナーをつけることで管の邪魔が解消されるのではないかと思いました。次は花咲く常夏リゾートロングワンピースです。上半身のボタンはもともとついていたボタンになります。下半身をファスナーにリメイクしたことによって全部開くので着やすくなっていますし、ワンピースとしても着れますし、閉じずに羽織としても着れるようになっています。次はシャープなパイピングロングワンピース。もともとあった黒の縦ラインにファスナーをつけて全開にできるようにしました。全開にできることによって車椅子にワンピースを設置した後に自分が車椅子に乗ってワンピースを着れるんじゃないかなと思っています。こちらは夏の大人の贅沢ワンピースです。正面にシルバーのファスナーを使用して着膨れしないようにウエストマークで同色のリボンがついています。谷さん の、 その会社はデザインして売ってるところではないではなくて、
こんな洋服作りたいなって言われたのを形にする工場みたいな感じなんですよ。で特に僕たちはいわゆる縫製工場じゃなくて、全国のねこう働けなくなったフリーランスの職人さんたち、まあ、さっきのお母さんもそうかもしれないですけど、そういう裁縫ができたり洋裁ができたりする人が家で服作りできますよっていうサービス、マイホームアトリエっていうのやってて、それねめちゃくちゃ小ロットなんですよ。15着とか10着から洋服作りできるんで、マイノリティの方向けの洋服とかっていうのも大量には作れないじゃないですか。それを作れる仕組みをずっと作ってきたんで、まあ、ちょうどいいなと思って、今回はめっちゃ少ないですもんね、初回分は。そうです。でしかも一から私がこう服をデザインして作ったっていうわけではなくて、ワンピースさんっていうその会社さんが出してる服を今回はアレンジっていうんですかね、そうリメイクですね、リメイクをさせてもらって売るという形になったので、うん、まあ、私の中でも車椅子向けというか障害がある人向けに対して服を作ってるところって、まあ、団体さんなくは全然なくて、いろいろいろなところが作ってはいるんですけど、その人たちだけが着れればいいっていうのだとやっぱりどうしても単価も上がっちゃうし、なんかそれこそまあ小ロットでもいいんだけど、そうじゃなく別に普通にいろんな人が着れるし、 その中で、あ、こういうここがあるから着やすいんだっていうものを私は作りたかったんですよ。車椅子とか障害者向けの洋服ってこう可愛くなかったり、可愛いって人それぞれ、なんかどっかでちょっと諦めみたいなのがあったり、なんか急に派手になったり、なんかいわゆる日常着に普通に着れて普通に買える価格の商品みたいなの確かになくて、それだけどまこさんに言われてほんまやなと思って、なんかわざわざコレクションとか目指さなくてもいいし、デイリーで普通に着れる洋服が手に届く価格で買えるっていう、それはすごい重要やなと思って、このワンピースさんの洋服を少し分けていただいて、原価ぐらいで買わせていただいて、それをリメイクすることで手に取れる価格でなおかつ健常者でも障害者でも着れますよみたいな、そういう洋服になりましたね。私自身、まあ、その気持ちですけど、今回だけで終わるのではなくて、もともと市販で売っている服をこうしたらこんなに簡単に着やすくなるんだとか、こういう工夫ができるんだっていうのをなんか知ってもらえれば、もうすでに市販されているものをリメイクしたからこそ、私の願望としては他のもうすでに普通に服を売っている会社さんのところにも、あ、こういう風にデザインすれば普通の人もより着やすいし、あ、そして車椅子の人も着やすくなるんだって知ってもらえれば、なるほど、そういったデザインとしてもっともっと売ってもらう、また私のコラボしてもらうみたいなものがどん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 進んでってくれたらいいなっていう風に思いました。その裁縫する側の苦労はわからないんですけど、お話をね約4ヶ月前から始めて、じゃあどうするこうするかってすごく急いでいただいたのはあるんですけど、着手し始めた期間って大体2ヶ月あるかないかくらいで結局できてるものなので、だからそういった部分では他のその服を普段売ってるところからの方々からもこうちょっと注目してもらいたいなと私は思いました。だから同業者の方とかメーカーさんとかがルクウェイで来てもらって、こうやったら売れるのみたいな、こうやったら作れるのみたいななってくれて嬉しいですよ。これだけで良かったんだくらいの勢いになってもらえるかなと。そうなんですよ。私自身は思ってますし、車椅子ユーザー向け、車椅子ユーザー向けってどうしてもなってしまうと、なんか大変だよね、売れるの、どれだけいるのよとかっていう風になってしまうじゃないかなとずっと思ってました。どれだけ売れるのよ、めっちゃ言うやん。そうなんですよ。いやでもありますよ、某会社さんに結構ちゃんと大きい会社さんに言ったことがあったんですよ。はいはいはい。そしたらみたいな、ボランティアじゃないけど、その今 SDGs が言われてるし、多様性みたいな中で言われてるから会社的には見た目はいいかもしれない、でも商売のことを考えたら採算合わないよねって言われて、ちょっとできないかもみたいな感じで言われたんですよね。そうっすよね。みたいな、分けて考えるからややこしいんですよね。
でもユニクロさんとかが160センチサイズのロンパースとか出してるんですよ、うんうんうん、であれってもちろん大きな赤ちゃん用じゃなくて、うん、障害のある方、寝たきりの方でも着やすいようにみたいな、しかもそれを障害者向けですとか言わずに出してて、それはめちゃくちゃいいなと思ったし、ファッションと障害みたいな、ずっとなんか使いにくいじゃないですか。そうですねファッション側としてはさっき言ったみたいに、うん、儲からないんじゃないかとか、うん、マーケットの話が出てくると思うんですけど、うん、障害者側からしても声を上げにくいんですか？障害者側としては別に着れないわけじゃないんですよ。今普通に売ってる服が頑張れば着れます、うん、だからそういうもんだと思ってるっていうので、うん、絶対できないわけじゃないからこそ、まあ、別に着れればいいかとか、あと他の選択肢がいっぱいあって、例えば別にワンピース着れないけど着にくいけど、うん、セットアップっぽいものにチョイスをして諦めるかみたいな、一応選択肢はいっぱいあるじゃないですか、はいはい、服の。だからこそ絶対なきゃいけないものではないっていうところから、うん、多分そこまで別に強くは言わないんだと思うんですよね、うんうん、確かにそれね、メーカーさんも結構言ってて、うん、いや障害者向けにとか、うん、そういう方でも着やすいようにって言ったら、うん、じゃあ今どうしてるんですか着れてますよねみたいな、確かにそう言われるかもね、うん、だから、まあ、そのスタートはどうしても大量生産にもならないし、うん、実際そういうちょっとリメイクしたものでのこう販売っていう風になっちゃうけど、今回やるデザインみたいなものがもっと普通にだから増えてくれれば、うん、もしかしたらユニクロとか GU とかがそういう形を作れば、皆さんがあ、これ着やすいデザインのやつだって思って手にしてもらえれば私はいいかなって思うんですよね。そうですよね。またがみ長いよ、はいはい、短いよがあるように、うん、ワンピースファスナーついてるよついてないよなるほど、ね、とかだけの選択肢で、ああそれめっちゃいいですね。全然いい。それいい。全然私はいいと思うんですよ、ね。それめっちゃいい。障害の方向けにとかって洋服作りしたいですってお問い合わせ実は過去にもあったんですよ。うんうんうん、でそれで結局どんなの作りたいんですかみたいな話をしたら。うん、なんかね、ボタンがね、100個ぐらいついてるそれしんどないみたいな、全部取り外せるんだけどみたいな、パーツも外せるしみたいな、うん、でそれはもしかしたら寝たきりの方用かもしれないし、はいはいはい、お店の方かもしれないし、うん、ステージもよると思うんですけど、はい、ただこれよ、もっとできるでしょみたいな、うん、なんでプロがそれを助けてあげないのみたいな、うん、確かにね、なんか深く考えすぎかもね。そう、私は自分で、ま、手が根麻痺してないから自分で切れます、うん、頑張れば切れます。でも手が麻痺してる人ファスナーなんか締めにくいよねとかっていうのがあるんですけど、うん、もうちょっとこう状態悪い人たちって、うん、結果ヘルパーさんが言ってたりして、はいはいはい、なんか自分で着替えることがすごい多いわけではない、うん、っていうんですよ。着替えさせてもらう人のしんどさを考えたら、なるほどね、こういう作りがいいですっていう人たちもいたので、着替えさせやすい、まあ、形も必要だからこそ、今回のワンピースの部分は下半身麻痺の私みたいに全然上半身は麻痺してませんよっていう人たちも着やすいし、着せる側の人たちも苦労なく着せる作りになったんじゃないかなと、うん、まあ、ちょっと皆さんからね、その見てもらってちょっとワクワクドキドキ、そう試してもらって、実際声も聞きたい、やっぱり初めてなので、実際その声を聞いて今後にも生かしたいですけど、なんか結構ちょうどいいバランスの中で私は作れたんじゃないかなって思います、うん、でやっぱりそのユニバーサルデザイン用の服がいいんじゃないんですか。そうそうそう、あのだって私たちが参考にしてるのって一般の服、うん、モデルさんの人たちを、あ可愛いなとか着たいなって見てて、それって一般のモデルさんはその服を着てないわけじゃないですか。だからより怒りも感になっちゃうんですよね、うん、それも嫌、いやだから市販に売ってる服で普段モデルさんが着てて、うん、みんなが着てる中の着やすいっていう風にしていかないと、うん、私怒りも車椅子ユーザーですみたいな、はいはいはい、なんか障害用ファッションしか着れませんみたいな、はい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 、ユニバーサルデザイン専用ブランドってやっぱりあるから、うん、それを着るっていうのの嫌さ、なるほどね。そう、なんかちょっと服を選ぶ時の思考に邪魔が入りますよね。そう入るんですよ。それって多分障害あるないとかだけじゃなくて、ブランド選ぶ時もそうやと思うんですけど、うんうん、めっちゃ好きやったブランドが急にこの素材は全部土に返りますって
別に僕土返したいわけじゃないけどそれ着ちゃうと俺土めっちゃ好きな人みたいやんって思うから着へんからみたいなんで、確かにね、でも僕らでもあるわけですよ、歩きやすいとか着にくいとか、ちょっと今日やったら福岡来るから、歩きやすい靴にしようとか、その選択肢の中でってことですよね。そうです、そうです、そうです。まあ、SDGs って2015年からやってるでしょ、で8年間やってるずっとで腹立ってくるんですよ僕も。何もファッション業界がやっぱり変わってないっていうか、だってできるのにやらないし、僕ら職人さんたちが働きたいけど働けないっていう現状を変えようっていうサービスやったり、そのいろんな洋服を作っていくんですよ、だから変えれる力を持ってるのに社会が変わっていかないってことに対してすごく嫌やなと思ってて、なのに巷ではサスティナブルとかがこうめっちゃ言われる、蓋開けてみたら、まあ、土に変えるみたいな話なんですよ。そんなんええねんって思ってもっとあるやろって思ってやるんやったらガチでやろうよみたいな。だから今回もタイトルは、ファッション ×SDGs ガチでやってみたみたいなイベントにしてるんですけど、ほんまにちゃんと考えてやったらもっとうまいことできるのにってことがたくさんあって、なんか綺麗事みたいなことかもしれないですけど、綺麗事でちゃんと綺麗にしようよみたいなっていうのをやってたら、意外と真子さんの方が力抜けてるっていう力抜けてました、力抜けてた、なんかいいっすねみたいなじゃあ最後、最後にね、告知、イベント自体は4月の5日から11日、でなんとですね、真子さんがルクワイーレでトークイベントまた一緒に、あ、そう、ボンボジェンチョ、ご一緒させていただきますけど、それが4月の8日の土曜日、お昼の1時半と17時、夕方の5時の2回ですね、はい、そうです、まあ、大体1時間ぐらいですかね、で多分ね、セッション自体は30分ぐらい喋って、質問とかをバッサバッサ切っていただきたいと思うんで、ぜひ質問を持って来ていただければなと思います、ぜひ会いに来ていただきたいのと、やっぱその作った服を、そうですね、車椅子の人でも試着できるようなブースを作っていただけるそうなので、はい、試着してみて本当に着やすいかどうかとか体験してみてほしいなと思います、随時、Twitter、インスタとかでは告知はしていくので、皆さんぜひ来てください、よろしくお願いしますよろしくお願いします、よろしくお願いします、はい、ということで、はい、この動画が良かったなと思っていただけたのであれば、ぜひいいねボタンと、あとはチャンネル登録をよろしくお願いしますでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。かわいい